電話なんていうの、もう陰行矢のごとし、あ、行員矢のごとし、もう本当にあれですよ、今はこうみんな落ち着いてやってますけどね、これが4月5月になると平成ではいられなくなりますよ。平成の次は何になるんだろうね。陰行かもしれないですよ。次いきますよ、皆さん飲んでますか。飲んで飲んで、ぐでんぐでん。ごめん間違えた、アンダルシアです。
そこで待ってるよ。Good day, good day. 今は何もできないが、いつも
かお返しにするつもり。一度の不安な川ならば俺らとお前は下げろか。夢も涙もこの叫び流し流され生きてゆく。あくねくね俺とお前はくねくね。もしもこの俺潰れたらおちゃんがついで帰るだろう。あくねくねもしも俺はくねくね。もしもこの俺潰れたらディアボロがついで帰るだろう。次の曲はちょっと渋いところバラードいきましょうか。角川映画、薬師丸ひろ子さんが初めて角川映画に出たのはどんな映画か覚えてます？残念残念、野生の証明です。そうですね、あの自衛隊の格好したね、健さんね、あれですよ。まあ、今ね、パワーさんから出ましたけど、まあ、有名なのはね、セーラー服と機関銃、そのパロディでね、あの AV がありましたよね。セーラー服と一晩中で主演女優が欲しまるあそこ。そんなこんなでいきましょう、よろしく。ありがとう愛を代わりに俺の命を降りていけたなら男は誰も見ない無口な兵士笑果て死ねる人生それさえあればいい。
ステージもですね、最後の曲になりました。アンコールがない場合は最後です。じゃあ行っちゃいましょうか。美しくなりたい。
にアンコールに答えましたですね。去年から今年かけてこうよく聞くあのナイスなヒット曲をちょっと用意してきましたんで、ここも綺麗にしたいのよ、お外で綺麗にしたいのよ、外でもどこでも、お尻シャワシャワということで、お土産のお尻シャワシャワです。でもね、はーい、はーい、まあ、これでどうも横塚マイクロジョージさん、ありがとうございました。
この機械もさ、ステージにあるのが恥ずかしいよね。